歌うまキッズ第3回歌うまキッズ YouTuber コンテストを開催、ということで本日はボリューム2ということでですね、まさかあじちゃんに来ていただいているんですけども、今回は前とは違ってちょっと踏み込んだ質問をいろいろしていきたいなというふうに思います。準備はよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。ではまずあげちゃんに自己紹介の方をお願いしたいと思います。お願いします。はい、好きなおにぎりの具はツナマヨの小学6年生の渡部愛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいい。はい、ということで質問をじゃんじゃんしていきたいと思います。はい、ではまず最初にあげちゃんの趣味な最近のマイブームとかはありますか？ものを作るが、ものを作る。例えばどんなものですか？レジンとか小物系が。レジン、小物系。あ、結構手先器用なの。好き？細かい作業とか好き？好きです。そうなんだ、結構黙々とやっちゃう感じ。あ、そかそか。はい、では次、あいみょんさんが好きと聞いたんですけども、あいみょんさん以外に好きなアーティストさんとかいるの？あやかさんとか、みなさんとか、バラード系の人とか。あやかさんだと、例えば何の曲ですか？あ、バラードだ。みなさんだと？みなさんは、なんかそのバラードが好きし、それなんか盛り上がる曲とかね。バーも聞く？いっぱいあるもんね。確かにありますね、バラード系。確かに素敵な歌声だからまた聞きたいなっていうふうに思いますけど。はい、次、好きなこと、ものは何ですか？食べることです。あ、食べること。ちなみに何の食べ物が好き？お菓子とか。お菓子、アイス。ご飯は？お母さんの好きな作ったご飯とか。肉じゃが？あ、いいですね。じゃあちなみに、じゃあ逆で苦手なもの、こと、ありますか？勉強、なんだっけ、理科と社会だっけ、苦手なんだよね。記憶っていうか、覚えるのが苦手で大変なんだよね。そっか。あ、運動は？運動は好き？好きじゃない。好きじゃなかった。疲れるから。あ、なるほど、なるほど。スポーツとかもあんまり得意じゃないんだ。あ、そっかそっか。では、次の質問いきましょうかね。何でしたっけ？他人には負けない、私のここがすごいというところってありますか？負けず嫌いなところ。あ、負けず嫌いなところ。例えばこういう時にとかって、最近のそれこそエピソードとかある？なんか本当に変にとかで負けたらずっと勝って負けるし、なんか最後までやるっていう達成感とかが好きで、おお、平均三級？すごいね。何歳？何年生？今小学6年生。小学6年生で平均三級？すごいね。え、結構その英語とかやってたりしたの？小さい頃からずっとやってます。そうなんだ、すごいね。かわいいわ、癒されるわ。では次の質問、小学3年生ということで、最近小学6年生だね。ごめんね、間違えちゃった。小学6年生ということで、まあ、小学校最後の夏休みなんだよね。はい、そこで遊びに行ったりとかした？どっかに行ったこと、家族で、下田の海に。下田だとどこだ？静岡県に行ったんだ。海で泳いだ。楽しかった？楽しそう。すごい伝わる。
たのがすごい伝わる。美味しいものとか食べた？お肉。あ、お肉？あ、海でお肉食べた感じか。あ、そっかそっか。ビュッフェで、お肉とか、チョコフォンデュ。あ、チョコフォンデュ。海鮮とか置いてなかったの？あったけど。あったけど、タイヤでお肉食べた。お肉好き。いいね、お肉いいね。じゃあ次の質問。これからなんか挑戦したいこととかある？挑戦したいことは、なんだろうな。これ頑張りたいとか、それこそ歌が頑張りたい。歌はなんか大会とかで賞とかもっと取れるよ。じゃあいろんなライブとかコンテストとかいっぱい出たいとか。出たいです。そっかそっか。ありがとうございます。はい、いくつか質問してきたんですけども、どうでした？楽しかったですか？はい。ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。はい、ということで第3回歌いまキッズ YouTuber コンテスト、愛理ちゃんにはどんどん盛り上げていってほしいと思います。